さあ、オリックスですけれども、今回の内容は2024年キャンプインということで、まあ来シーズンですね、4連覇の計画がオリックス発表されたということでございまして、まあ12月、1月とですね、まあ5シーズンを戦い抜く体づくりを自主トレで行うと、その中でね、2月キャンプ宮崎で始まるということですけれども、そこの来シーズンに向けての計画、キャンプの日程が発表されました。まあ去年もですね、まあ連覇もして、WBC もあってということで、かなりこうスローペースで調整をしていたんですけれども、我らが中島監督がですね、去年よりもさらにスローでいこうじゃないかということで、非常に素晴らしいですね、急がせない、ピークを開幕で持ってこない、そんなですね、3連間の疲労蓄積も考慮しながらの調整となっております。また球団ともですね、合わせてこう比較しながら、去年とも比較をしながら、お話をしていけたらなと。で、まずですね、オリックスの日程ですけども、キャンプイン2月の2日ということでございました。調べたところによるとですね、他球団基本的には2月の1日というふうになってるんですが、一番遅くて西武が2月の6日ということで、去年もね、まあ、一番遅かったということで、まあ、なんだったらですね、オリックスもそれぐらいね、6日が遅かったら、まあ3日4日とかでもいいんじゃないかっていうぐらい、個人的にも、思っているんですけれども、2月のね、1日ってプロ野球界でいうとお正月なんていうふうに言われてるそうでですね、基本的にはやっぱ2月の1日にキャンプインするところが非常に多いということなんですけど、オリックスに関しては1日ずらすということでございました。で、ここに関してはですね、横田球団本部長がコメントを残しているということで、まあ、金曜日開催ということですけど、初日は金曜日、ただ2日目、3日目ということで、土日はね、たくさんお客さんにも来てもらいたいということで、コンディショニングも含めてね、逆算をして考えた結果、別に2月の1日に始めないといけないことでもないというところで、で、まあ、お話をしておりました。改めてですね、去年との比較をしていこうかなというふうに思うんですが、2024年次のキャンプですね、そして去年ということでずらっと出てもらいますけども、去年はですね、2月の1日に始まって3月の2日に今終わっているということで、まあ約30日、1ヶ月間ですかね、まああったということですけども、今回に関しては2月の2日から29日までということで、27日間ですね、短いということで、3月またがないということでございます。休養日に関しては6日あるということで、そこは去年と変わりはないんですけども、最初の休みが6日ですから、そこから7、8、そしてまた9ということで、まあ3勤1休、あるいは4勤1休という形で、ちょくちょくと休みを挟みながら、進めていくという計画になっております。で、個人的にですね、このスローペースすごくいいなというふうに思ったのが、まずですね、ここの3年間、まあ、かなりこう満身創痍な選手が非常に多いんじゃないかというところで、まあ、たくさんいるんですけども、特に挙げるのがこの3名かなというふうに思います。まあ、優勝してから、今年の3連覇含めてですね、ずっと出ずっぱりな印象があるのが、僕はサードの宗選手とショートの紅林選手、そしてクローザーの平野佳寿投手ということですね。佳寿に関してはもう年齢がですね、40代というところで、まあすごくケアをしないといけない、そしてクローザーという非常にこう負担のかかるポジショニングで3年連続40試合以上登板というところは、まあ、年齢とそしてポジションを考えると非常に疲労が心配されるということで、いつですね、まあ、クローザーを務められなくなるかっていうところは常に考えないといけないタイミングなのかなというふうに思ってますし、まあ、紅林選手もですね、今年、開幕野口選手にバトンを渡したということで、まあ、代わりでね、ショートのスタメンいますけども、まあ、残念ながら、まあ、打つ方も守る方もちょっとコアな存在になってますし、一方で宗選手に関しては、野口選手のような候補もいないということで、宗選手がいなくなるとサードが一気にスカスカになってしまうという状態がありますので、やっぱりこの面々がですね、まあ、元気なうちにというか、怪我しないうちに、特にまあサードに関しては年齢的なこともあって、まあ30代もちょっとこう見えてくるというところなので、まあ、怪我しないうちにですね、頑張れてるうちに内藤選手しっかりですね、新しいサードをまあこう確保しないといけないというのが、まあ至上命題になっているのかなと思います。現状、新しいサードの候補であったりとか、紅林選手とこう双璧になるような候補っていうのはいない。そしてクローザーに関しても宇田川投手であったりとか、宗一郎投手いますけども、満を持して来季からですね、クローザー彼らに託すと言ってるファンはそんなに多くないんじゃないかなというふうに思うので、彼らのことを考えるとですね、少しでも1日でも遅く、あるいはあまりね、ペースを早めることは必要ないんじゃないかなというふうには思っております。そして彼ら3人以外にもですね、まあ、日本シリーズでちょっと怪我があったりというところで、中川圭太含めること
と6人ですね、に関しては、まあ、足の骨折、左足首の手術とか、ラオウとかペータに関しては手術明けということになりますし、コンディション不良とかですね、いろいろ強行出場の結果、日本シリーズで満身そういうのを中でね、戦ったというところもありますので、まあ、全くすんなと、遅ければ遅いほどいいというふうには思ってないですね。まあ、プレー感覚とかが戻らないっていうのもありますけど、まあ、そのあたり含めても、やっぱりスローペースで去年同様に、あるいは去年以上にですね、やっぱり蓄積していますから、個人的にはもっともっとゆっくりでもいいんじゃないかなと、いうふうに思ってます。で、去年はね、3日目や午後は自主練禁止っていうことで、強制期間、ね、家に帰るようにということで、野口選手が、バッティング練習しようとしたらですね、ちょっと、ね、ちょっと帰った方がいいよということで、こう注意を受けて、練習を止められるっていうね、なかなかちょっと珍しい出来事があったりしましたけれども。まあ、中島監督をね、本当にずっと見ている人は分かる通り、やっぱり練習、特にやっぱ若手の練習を見ているときは、本当に中島監督が一番こう楽しそうにしているということで、若手の、まあ、育成ではないですけどね、それがしたくて二軍監督にもなったと、就任時言っていたんで、そこの部分はね、中島監督非常に楽しみにしてるんじゃないかなというふうに思ってるんですけど、ライバルのですね、ソフトバンクの方はですね、まあ逆ではないんですけど、北部監督がもう4月の1日までの休日っていうのは全部決めてるんだということで、11月中に、アプリを通して選手に伝えてあるということでございました。全選手が見れるようにした状態で、遠いところの病院に行ったりとかですね、体を癒したりとか、いろいろと休みにしかできないことがあるので、それを、あらかじめ、4、5ヶ月前にね、伝えていきたいんだというふうに言ってましたから、ね、このソフトバンクの徹底した管理と、そしてオリックスのこう超スローペース、まあ、どっちがね、来季にを結ぶのかというところですけれども、個人的に気にしているのは、大体1月の去年は26日なので、下旬頃にですね、発表されるんですが、誰が A グループに入って、誰が B グループに入るのかっていうのをすごく注目しているんですね。去年は AB、一昨年は ABC というふうに分かれてましたけども、記事によると、今年も AB、2班でやっていくということでした。で、なんで注目してるかっていうと、昨年がですね、投手、そして野手でもキャッチャー、内野、外野で、このグループに入ってる選手は、まあ、A グループ、B グループ、一言で言っても、投手から、まあ、外野手まで言いますけども、全然入ってる選手が違うんですね、各カテゴリー。そして、A グループの例えば投手は、主力であったりとか、あるいは中堅で正念場の選手が、入っていたりとか、いろいろと、去年の AB グループの各カテゴリー見ていくと、見えてきたので、まあ、来年ですね、春のキャンプが始まるときに、どのグループに、どの選手が入っているのかっていうのは、まあ、やっぱすごく注目してるんですね。で、例えば、投手で言うとさっき言ったように、A グループの投手はですね、主力、由伸だったりとか、平野義久投手、宮城投手がいる一方で、本田投手、横山投手であったりとか、近藤投手、村西投手らですね、まあ、中堅の正念場の選手が入っておりました。実際にも、近藤投手は、トレードで、リリースをされていると、漆原投手は現役ドラフトというところを考えると、まあ、A グループのですね、投手、まあ、主軸はもちろん入るとは思うんですが、ここに中堅の、ちょっとこう正念場と、見られる選手がね、入ってくるのかどうかっていうところが、まあ、首脳陣の考えが見える部分かなというふうに思ってます。で、キャッチャーに関しては、おそらく A グループが主力、B グループが若手というふうになると思うんですが、内野手ですよね。内野手に関しても若手というところで、結構首脳陣が期待をしているというか、育成であれば園部選手、大里選手、セデーニョということで、実際に大里選手とセデーニョはね、支配下になったということで、ここでもですね、支配下になるか、あるいは園部選手のように対談するかどうかっていうところが、すごくまあ見えてくるんじゃないかなというふうに思いますし、外野に関しても若手とやっぱ正念場の選手がいますよね。対談をした渡辺選手であったりとか、一方で若手の源、北、池田がまあいたということで、ここの部分がね、まあ非常にこう、首脳陣の考えが見える部分かな。一方で B グループですけど、投手に関しては若手ということで、おそらくね、ドラフトで指名をされた選手であったりとか、そこを中心にまあ行くんじゃないかなというふうに思いますが、まあ黒木投手だったりとか、ちょっとこう、怪我とかですね、コンディション不良とかもあったと思うので、基本的にはやっぱりこう、中堅組っていうのはですね、A グループに行くんじゃないかなというふうには思ってます。そして、内野手ですね、内野手に関しては中堅ということで、まあ主軸もそうですけども、まあ大城選手であったりとか、上野選手の中堅組も入ってますし、内藤選手のようにですね、がっつりと育成でいこうという選手もね、まあ、いるんじゃないかなと。まあ、内藤選手なんかはね、指名された直後だったので、まあ、B グループというところですよね。そして、外野手に関しても同じくですね、指名をされた杉澤選手が B グループ、茶野選手も同じくですけど、それ以外に関しては中堅とかですね、一方で佐野幸和選手のように、まあ、ちょっとこうですね、現役ドラフト候補と言われているような選手もいたので、まあ、改めて A グループ、B グループ、それぞれでどの選手が入っているのかっていうのは、まあ、来月の下旬には、まあ、わかるんじゃないかなというふうに思ってるので、そこもね、非常にオリックスファンとしては注目をしていきたいなというふうに思ってます。ということで、今回の内容はですね、先日、オリックスを発表しましたけども、キャン
ンプ日程から紐解く中島首脳陣の考えということでご紹介をさせていただきました。超スローペースということですけれども、個人 A グループの投手に一体誰が入るのか、 B グループの外野手に誰が入っているのかという形でですね、各グループの各カテゴリーにどの選手が入っているのかっていうのが非常に注目しているポイントになりますので、ぜひ今回の内容について何か思うことがあればコメント欄を通じてね教えてもらえたらなというふうに思ってます。ということで今回のお話は以上とさせていただきます。最後まで聞いてくれて本当にありがとうございます。次回もオリックスについて語っていこうかなというふうに思いますので、チャンネル登録であったりとかグッドボタン、そしてツイッターのフォローなどでこのチャンネルを応援してもらえると本当に嬉しいのでよろしくお願いします。それでは今日もありがとうございました。